Premier E-Radio Double 7.0 Lakeside FM Station. High quality, high aspiration, high anxiety, and high voltage program. Radio Max. さあ、ジュリアナの続きでございます。はい、こちら水木の方からいきます。坊主淳さんから、皆さんこんにちは。先週、下林大明神さんのおかげで、就職内定いただきました。はい、はい、はい。おめでとう。はい、そして、今日の午前中にお餅をそちらに送りました。はい、3人3分の用意しました。はい、また時間があったら、そちら遊びに行きますと。いただきました。ありがとうございます。はい、美味しかったです。長寿餅というね。うん、あの、これ滋賀県のやつかな。これ来てくれたのかな、今日は。これやね、今目の前にある。うん、そうですね。坊主淳さんは来られてないのかな今のところね。みたいですね。ね、ちっちゃい子供が手振ってくれたね、ありがとうね。阿戸川のお餅やね。阿戸川の長寿餅、うん、美味しかったよ。美味しかった、ね。うん、ありがとうございます。お仕事ね、頑張ってください。はい、はい、続いてこちら行きましょう。花姫さんですね。入ってきた新人に上司が飲み会に誘ったら、それってマストですかと言っていた。自分が言われたんじゃなくて言うとったんや、自分より上司の人に。新入社員の人が。それってどっかのコミュニティの話じゃないの？違います違います。違いますよ。違うよね。新人やから。いや、でもあそこにとっては新人やんか。え、そこにとっては新人やんか。ああ、そういうことか、そういうことか、うん、いやでもまた働いてるのちゃうかな。こちら、はい、ジャスミンの風さん、久しぶりにラジオ聞けてます。メール送ってみたけどやっぱり中のフィルター難しいです、戦国さんおらへんけど下さんの仕切り面白いです。ん、ちょ、え、下さんの仕切り面白いです。あ、おてるわ。下さんの仕切り面白いです。次行ってください。しつこいです。はい、こちらメガネ大光殿さんから、今日も4人の放送楽しいですといただいてます。何が聞こえてんねん。一人いい日ねんで。何が聞こえてんねん。どっかからごっくんの声が聞こえてんのかな。違和感がないんだろうな。続けていきましょう。ヘベレケさんでございます、はい、ポッキー舐めてる戦国さん、想像しただけで嫌悪感を抱きました。声のみならず本当に男前な戦国さん、うん、でも真剣にチョコを削り取ってる姿を想像すると改めて嫌悪感を抱きました。男前は認めるけど、うん、嫌なんや、まあ、その行動が嫌やってことね。そうですね。こちらラジオネームヨシさん、戦国さんなんかいりませんね。やめなさい。リスナーも一緒にいい人の悪口を言わない。いやだってな、うん、まあ、そう文章だけじゃなくてな、はいはいはい、その文章の一番最後にさ、うん、音符書いたんねん。そんな感じやろだって。はい、こちらハンチング王子さんから、しもちゃん、メイン MC やればできるやん。当たり前、この調子で水曜木曜チャージもいっとく。水木ちゃん、明日の新番組トランク楽しみにしてるデート、ありがとうございます。まあ、その新番組のことはどうでもいいんですけど、はい、明日の6時からね、うん、始まるんで、いやほんまにちょっとね、まあ無理なの分かってるけど、うん、狙ってて、水曜日原田がチャージやって、木曜日俺がチャージやって、うん、で金曜日マックスで集結するみたいな、ね、なるほどなるほどなるほど、一人ずつやっていってな。そう俺のことは何も書いてへんけどなこの人。続いていこう。ドンキホーテの作者、怖い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 、セルバンテスさんです。友人を失う者は多くを失う、だが勇気を失う者は全てを失う。あ、これ言葉や、そういうラジオちゃうねん。言葉、いや言葉、ちょっとこれ貼っといて。いやいや、ちょっと何や思ってんねんこの番組。今週の格言。これ素晴らしい。こちら蘭光太郎さん、原田さん、はい、今晩一緒に麻婆豆腐食べに行く約束覚えてます？とりあえず8時にゼゼ駅で待ってます。いや昨日インスタで俺麻婆豆腐乗っけたけど、石山飯店っていうな。あのユーストン、石山駅の近くにあるユーストンの、ユーさんの事務所の近くにある中華料理屋の麻婆豆腐が、チン麻婆豆腐言うて、チンおばあちゃんっていう人がもともと麻婆豆腐開発した人やねんて。その人がこだわって作ってた、使ってたその香辛料を取り寄せて作ったはんねんて。めっちゃ美味しかった。味は、味の特徴は、味の特徴は結構山椒が効いてて、あんまその、甘辛いというよりもどっちかでも辛いスパイシーって感じ。ああうまそうやな。ほんで辛さは控えめにしていますが、激辛がご希望の方は容赦ない辛さを、なんか味わっていただけますみたいな書いてあったから、すぐ奥田さんに教えた。あ、そうか、ED は辛いの大好きやから。そう大好きやから、ね、ちょっと行ってみて言うて。ええー、な、ご飯進みそうや。下原さん、新マックスメンバーの皆さんこんにちはと。あ、こんにちは。こんにちは。水木姫、先月末のライブお疲れ様、ありがとう、楽しかったです、はい、ありがとうございます。今日は新鮮で大笑いしていますが、しもちゃんちゃんとできますやん、ほらちゃんとせえって言われるわ。うん、どういうこと、ちゃんとでけへんことをちゃんとせえってことかな。あ、そうな、いつものポジションであってくれっていうことなんちゃう。あ、そうな、うん、
私はね、だからね、いつもはいつもでちゃんとしてるんですよ、だから、うん、ちゃんとしてるとはそういうキャラでやってるってことだよね。そうや、そうや、そうや、普段はめちゃめちゃええ人やし、いや、よう言うわ、羽伸ばしてるようにしか見えへんで、ほんまに。いやほんま、ただ羽伸ばしてるだけやから。子供たちがいたら、いつも抱きしめて、よう言うわ、よう言うわ、マックスの時いつも今日休みかって言ってるやん。本番前に仕事や思ってやってへんやん。やってますよ。普段は先ほどお話も出てたんですが、りょうももさんから原田さん、麻婆豆腐お味いかがでしたかと、他に美味しいのありましたかと聞きます。ああ、餃子食べましたけどね、餃子も美味しかったですよ。はい、続いていきましょう。こちらベイラブさんでございます。皆さんこんにちは。横浜 DeNA ベイスターズは開幕巨人3連戦はこけてしまいましたが、対広島約10年ぶりの3立てで阪神と同率首位です。話は変わりますが、グリエルの契約解除とグリエル弟の制限選手扱いはショックです。調子良いチームに響かないことを祈るとともに、ゴールデンウィーク明けか、交流戦あたりで失速しないか心配です。いや、もう応援してんのか、なんかもう全然認めてへんやん。もうファンはそうなんじゃ、いつも信じてないやん。で、信じたらいつも裏切られてきたんやん。昔の阪神や、昔の阪神みたいなもんやん。でもグリエルが契約解除とかされて、うん、グリエルがなかなか来えへんってなってるからこそ、はい、みんなちょっとこれちょっと頑張らなやばいなみたいなんで、逆にええ結果になってるかもしれない。でもう早いうちに解決したから、そっちの方が良かったよ、うん、でこれでいけるやんってなって、うん、もしかしたらええかもしれない な。あとは原監督同様、中畑監督の空回りをどうするか。出たな、うん、常に絶好調言うてるからな。ずっと B クラスやのに。こちら、はい、ライス28号さん、うん、マックスゴルフコンペ参加させてもらいました、はい、いや楽しかった、うん、3位入賞もやけど、あんな大きなコンペでベスグロ更新、うん、言うたらベストスコアを更新したんだよ、はい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 、嬉しさギャーッ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。商品のお肉美味しかった、うん、終わってみたら1位がゴルフドゥのオーナー、はい、2位がエテコー、うん、3位がライス28号、うん、デキレースやな。そんなことありませんよ。デキレースといえば、しもちゃんのスコアも想像通りで、プープープー、あー空気読んでの120でしたっけってね、うん、こいつめっちゃいじってきょんねん。こいつ何位やった人やったっけ。で、あのほんまの自分のスコアで言うたら、はい、一番良かったいやな、うん、73。あ、そうやそうや、めっちゃ上手い人や。だからプラス1や。あ、そうや、エテコーさんの友達の人や。そう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 。あ、ハットみたいな被った人か。被ってたから、だからエテゴーとライスがこれ2人寄り寄ったら、はい、あ、ライスか、ライスか、ライス、はい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 、お前ええ加減せえよ言うぐらい言ってたんだけど、大学生みたいなノリやろ。そうそうそう。ほんで練習会とかもね、練習会とかもずっと来てくれてんやけど、はい、もう俺がスライスしたら、うん、出た出た、滑ったってめっちゃ言うよ、ね、この3人だから、やがんじゃん、早く帰れ言うて言うたんやけど、そのライスさん、ライスさんとエテコーさんと下林、うん、この3人見たらほんま大学生みたいな、うん、やめとけおい。俺も入れんの、そサークルみたいなんか。俺も入れんの、俺は学生チャンピオン。あ、そうか、その中ではチャンピオンやから、チャンピオン、ダントツで。さあ続いてこちら、はい、水木はトールチーさんから、今日のマックスも面白いねと、 OL 原田さん、おすすめのドラマありますかと。もう始まってるんですか。早いわ、まだまだそんな始まってんじゃん。そんな、なんか昨日の深夜になんか10ちゃんのやつが1個始まったぐらい、恋愛時代やったっけ、始まったぐらいで、まだ早いわ、見てへんもん、何が始まるかわからん、うん、あ、でもドクターなんやら言うね、リンタロー、あれ、リンタロー、うん、あの人、酒井雅人さんの、うんうん、あれはちょっと楽しみやけどな。俺でも昨日花見してたらさ、うん、親子が歩いて、うん、2組ぐらいの親子が一緒に花見しててさ、うん、あのお母さんとちっちゃい子供、うん、ほんま2歳3歳3歳ぐらいかな、うん、子が、その男の子がな、うん、ずっとドクター凛太郎、え、ドクター凛太郎ってずっと言いながら、やんで、あのお母さんが、あ、ごめんね、この子ずっと楽しみにしてんやわー言って、そんなちっちゃい子が、あの演技力がわかるんですね。わかるんちゃう、酒井雅人さんすごいから、すがやな。もうだから注目は注目なんじゃ。僕それも楽しみやけど、僕来年から始まる大河ドラマも楽しみなんですよ。なんなん、酒井雅人の真田幸村、あー、真田幸村ね。で、脚本が、三谷幸喜さんね。あ、それがかなり、うん、注目されてますから、してみなあかんね、みん楽しみでございます。続いていきましょう。長浜のサブウェイさんでございますね。さっきはレモンジーナを飲みました、うん、結構美味しかったですよ。うん、そうなん、ありがとう。冷たいな。新しいやつね。あれやろ、今も売れすぎて販売するの、レモンジーナ。そうやで。あ、そうなん、すごい。ただ悪いけど、私もいただいてますもん。あ、美味しかった、どうやった。あの、オランジーナあるでしょ、はい、オランジーナとレモンジーナで、うん、まあ、俺はどちらかというとオランジーナの方が好き。あれ、
ハリソン・フォードやったっけ。違う違う、あ、それはオランジーナやろが CM してるやつやんな。オランジーナ、オランジーナって言ったら、うん、あれのレモン版が出たんや。レモン版、へえ、売れすぎて、だから今もうだから ないねん。酸っぱいんですかやっぱり。うん、レモンの味、レモンの味、オランジーナみたいな感じのレモンや、ほんまの。うん、だ俺にとってはオランジーナの方がうまいかな。なんかちょっと甘い気がした。俺最近なんかこういう商品多いな、売り切れてどこにもないみたいな。せやねん、みんな楽しみないねん。ハーゲンダッツの花餅もせん、 あれももうどこ行ってもない言うて、めっちゃ売り切れて途中で販売中止になって、売れすぎて。すごいですね。みんな好きやね、そういうの。そう好きだよな。だ口コミで一発やで、こんなもん。ファミリーレスランも。ほんまやな。あのファミリーレススペシャルな。もんじゃ焼きとか。もうずっと言いまくったらいいんや。せやな。ほな俺はウッキーで打ち上げできへんくなるわ。ほんまやな。お前んちで喋ってんのか。お前んちで喋る。お前ここ一生でクロマティ探したもん。ペコちゃん、はい、こんばんは、今年度は年長さんの担当になりました、うん、新年度の準備でクタクタ、疲れが取れない毎日です、励ます言葉お願いしますというね。励ます言葉だってさ、はい、うん、お願いします。じゃあ行ってもらいましょう、どうぞ。くらえくらえ何をや、いや、何を、何をや、何をか言うてくれよ。何をくらえ言うてんそれ。出てこない出てこへんかったから2回言うたんや。うーん、なってますよね。そういうことね。はい、はい、じゃあこちら南湖のスクープさんから、ゴルフコンペ楽しかったと、次はファミレスさんと僕らが回れたりする企画あったらいいな、練習もまた予定あるんですかね、うん、ショーバイさんまた練習場でドライバー&アイアン勝負楽しみにしてますよ。はいはいはい、はい、練習場でね、うん、あのまああのセットいっぱい来てくれたはるからさ、はいはいはい、まあ、一緒に楽しもうと思って、うん、あの言ったドライバーとかアイアンとか の、うん、あの勝負をふっかけてたんですよ僕。はいはいはい、何人かでね、うんうん、あの一番上手い人で一番あかんかった人一発ギャグねみたいな感じでやって楽しんでた時の人たちでね、うんうん、あ、なるほどなるほど、うん、またあの練習会とかもあるやん多分ね、ね、どっかあると思うので、番組内でもちろんお知らせしますので、うん、ぜひぜひたくさんの方ご参加ください。やっていきましょう、はい、続いてこちら G2 さんでございます。水木姫、はい、明日のトランク楽しみにしてるよ。ありがとうございます。ね、土曜6時からなんでぜひ聞いてください。あ、ラジオか、始まんのか。はい、あ、そうかそうか、あの森田さんとここでいいラジオで、いいラジオで、3人娘で、はい、おい枠あるんかい。泉さんとえなさんと、いや、下林さん、え、あのまさに裏で出す言葉出ました。今何が、おい枠あるんかいって生放送で言うのがそういうこと放送中に、お前そんなんやる枠あったんかい。いや、あるみたいやで、あったみたいやで。はい、いや出せ出せそんなもん俺ら。え、俺ら、いや、まあそれはでも、お前何守ってんかお前、ね、スポンサーさんとかもある、そうです、ね、あれなんで、はい、まあ一応ね、その、うん、まあ、意向に従って、うん、そういうことになってるんで。裏切ったな、うん、お前頑張ってな水木。おい、裏切ったな、うん、お前、まあ、俺も聞くわ。ありがとうございます原田さん、また時間と来てくださいね。うん、おい、出さしてもらう、ありがとう。おいおい、こうやって仕事取っていかんと、まあ、ここで2対1の行動するわ敵に回したら呼んでもらわれへんから。いや、でも、ま、味方にならない。まだその困ったら俺らいつ何でも助けに行くから言うてや。まあでも女子ガールズトークがメインなんで、ちょっと今日の様子見とったら、うん、原子は行けたけど、ちょっと下子はダメやったんで、うん、お前もかい原子頑張るから、ありがとう、うん、原子よろしく。気持ち悪いっお前そん中お前入ったらガチ気持ち悪いよ突っ込んでくれておらへんから続いていきましょう、こちらウィルソンさんでございます、はい、ごっくんこそ、ごっくんこそこそと何してんやろですね、はい、別にコソコソしてしてません、仕事です言い方悪いわ、はい、みんな、こちら竜王のピカリンさん、選手のゴルフコンペの時お世話になり、良い景品もいただきありがとうございました、うん、今日は千石さんがいないけど、いつもと変わらぬ笑いの提供ありがとうですってね、はい、違和感ないということね、はい、ね、こちら長浜の風さんから、毎週楽しませていただいております、3人さんの放送もめっちゃ面白いです、水木ちゃんもかなり頑張ってますね、笑い声が倍楽しそうですと水木の笑い声が単純に倍になってる、だからもうそれ出てない心が現れてんねん、出てんやな、やっぱ羽広げてね、うん、やっていってます、うん、ね、調子ええもんな今日な、はい、続いていきましょう、シモさんとスミス大好きロッキーさん、うん、今日はシモさんメインなのにリアルタイムで聞けない寂しさひょえ、でもロッキーさんオタクみたいになってるの言い方がオタクみたいな、ね、シモさん大好きでございますから、いやでもスミスも大好きや言ってるやんか、ねえ、どっちかはっきりしてくれよ、ねえ、今日でも今日は絶対生で聞いてた方がよかったな、ね、アムロも行きます、はい、今日は新年度一発目の放送ですねと、そんな大事な放送の日にあいつは別の仕事を取ったということですか、これは由々しき問題なのでは、来週どのようなペナルティを課すのでしょうかと、うん、
まあペナルティーそうやな、そんなも何も考えてへんかったけど、うん、まあ来週のミニマムはもう決定でしょ。だからああそういうことか、うん、先週休んだからっていう理由であのカニ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 やりましょう。罰としてカニやってもらう。来週もしね、ほんまカニやんやったら、はいはい、サテスタ前に来てくれんと。まあそうですよね。あと赤いブリーフ一枚用意しといてこれはリアルなカニが楽しめそうやな。ね、皆さん来てくださいね、お願いします。はい、こちらシューティさんから。水木さん、新しいコーナー始まりましたね。トランク頑張ってね、番組ですね。ファミリーさん、水木が調子乗らんように見立ってくださいねと。いや、まあ一回聞いとかなあかんな、そのトランクつまり、ね、どんな感じなのか。しばらく泳がせます。うん、続いて音平さんでございます。マッキードライイースト発注しましたか。どういうことこれ。誰かに向けて言ってんでしょ、ね、マッキーって人に言ってんのかな。エミちゃんです。新年度もマックス継続でよかった。1週間で一番楽しみな時間です。10年先も同じメンバーで頑張ってください。みずきちゃん、結婚してベイビーできたりしてもベイビーと一緒にサテスタ来たらええやん。うまいこと仕事と両立したらいいと思うで。応援してるしね。ありがとうございます。やめてな、やめてな、ベイビー連れてきますね、うん、そんなんやめてな俺そんなんは嫌やし俺。いや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 、うん、それやったら悪い、どっかにあのちゃんと預けてね、見てもらって来てくださいね、はい、来るんやったら。青空のお母さんやないねんから。やめとけお前、具体的に出しすぎやろいや可愛いねね、可愛らしいねね、お子さんな、舞台袖でギャーギャーいいやんねやめなさいやめなさい、そこは文句ですもん。白子井上あさこさんから、はい、怒っているしもちゃんが好きですが、仕切っているしもちゃんも好きです、うん、でもしもちゃんだけツイッターフォローしていません。なんでやねんなんでやねんじゃあ嫌いやん。いやせいやしたらええやんけ、もうなんでやねん、ツイッターフォローしてんと好きじゃないやん、それはね、そこまでなんや、そこまでフォローするほどじゃないみたいな。なんでやねん。続いていきます。めっちゃツバ飛んでるよ今のなんでやねんねここにめっちゃツバ飛んでるよ。久しぶりのなんでやねんで、ツッコミでなかなかなんでやねんって言いませんからね続いていきましょう。こちらムッキンポンさんです。オスふーれーふーれーしもばやし桜は満開滋賀県笑いはゴブザキしもちゃんプレプレともおおす以上です。だから好きか嫌いかどっちやねんそもそもそうや、好きなんか嫌いなんかどっち、うん、まあ応援はしてるけども笑いはゴブザキっていうところからしてあんまり好きではないんじゃない。応援はしてるけど、それあの出来の悪い子ほど可愛いみたいなところ、そういうとこちゃう応援しちゃうついついっていう。もうちょっと反省するわ、一旦ちょっと CM 行きましょう。はいはい。Radio Max E Radio Double 7.0